皆さんこんにちは。シェフの鳥羽周作氏とのダブル不倫が報じられ、他にも孫波さんや佐藤健さんなど多数の異性関係が世間に知れ渡ってしまい、所属事務所から無期限の謹慎処分を言い渡された女優の広末涼子さん、夫であるキャンドル・ジュンさんの緊急記者会見での発言から、精神的に弱っている、何度も他の男性と不倫関係にあったことを暴露され、清純派女優のイメージはなくなってしまいました。キャンドル・ジュンさんとは離婚が成立し、鳥羽周作氏とも関係を断ったとされています。そんな広末さんは禁止から4ヶ月緩やかに復帰を狙っているといいます。今回は広末さんの復帰について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2010年10月8日にキャンドル・ジュンさんとのできちゃった結婚で大きな話題となり、結婚出産を経て3児の母になったことで、ママタレント美魔女としても再ブレイクしていましたが、2023年6月鳥羽氏と不倫関係であることが報じられ、最初はお互いに否定したものの後に謝罪。広末さんは無期限の謹慎処分、鳥羽氏は自身のレストランなどを運営していた塩株式会社の社長を辞任となりました。この不倫には夫のキャンドル・ジュンさんも薄々気づいていたことを明かしており、広末さんが鳥羽氏へ送っていたとされる手紙の一部分を見てしまったのだそう。ジュンさんと広末さんは子供も含め家族で話し合いをし謝罪したとされているのですが、鳥羽氏のジュンさんへの対応が最悪なものだとジュンさん自身が会見でコメントしていました。ジュンさんが鳥羽氏の会社に電話し、騒動の話し合いをするためのアポを取ろうとしたところ、リモートでの仕事があることを理由に断られたり、直接メールでの連絡にも今日は仕事なので会えないなど、常識的にありえない行動に怒りをあらわにしていました。一連の報道が確定的になった二人が送り合っていた手紙と交換日記、二人だけのものがどうして流れたのか不思議ですが、これでは完全否定していた広末さんもグーの音も出ません。そこでは広末さんの鳥羽氏へのこれでもかというほどの愛が詰まった言葉が綴られていました。世界で一番大切で愛しい恋しい周作さんへ、ただただ好き、出会ってくれて、会ってくれて、会ってくれて、くっついてくれて、入ってくれて、泣かせてくれて、気持ちくしてくれて、本当に本当に本当にありがとう、愛しています。広末さんは昨年4月に出版したエッセイ広末の思考地図幸せの形の中で、10代20代の頃は愛しているという言葉を言ったことがないと明かしています。確かに鳥羽氏のことを淳さんよりも好きであることはわかる文章なのですが、それ以上に性的なものを匂わせる文章ですよね。入ってくれて、泣かせてくれて、気持ちくしてくれてなどは行為そのもののように感じませんか？芸能関係者の中ではもしかするとすでに妊娠しているかもなどと噂されています。広末さん本人が文春からの質問に対応したことが記事にもなっており、その中で確かに順番はおかしかったと発言しており、過ちを認めていたのですが、広末さんと鳥羽氏は騒動後も連絡を取り合っていることを鳥羽氏本人がコメント。前夫現夫そしていずれ夫となるであろう鳥羽氏との子を宿すとなると、広末さんは今3人の子の母親ですが、鳥羽氏と再婚となれば3人の夫との間にそれぞれ子を設けることになるわけです。こうなってしまうとママタレントというよりはただの不定タレントという最悪の肩書きがついてしまうことになり、3人の子供もかわいそうですし、芸能界復帰はおろか引退まっしぐらになることは間違いないと言われていました。本業が絶好調の最中での不倫騒動勃発した時、所属事務所はこれまでの通例に倣い
ノーコメントの方針で、それを本人にも守らせました。佐藤健さんとの騒動を収束させた成功体験がそうさせたのだと思いますが、相手の鳥羽氏は建前ではなく本音をメディアに漏らし、淳氏は自ら会見まで開き、広末さん側から見たら墓穴を掘ってしまう佐藤さんとの金銭を伴った手打ちまでが明るみになってしまいました。結局沈黙を守ってきた広末さんは無期限謹慎にまで追い込まれました。広末さんは鳥羽氏との交際が週刊誌につかまれた時、淳氏とは離婚前提でしたから、それも含めてオープンにしたかったのでしょうが、事務所に止められていました。やはり離婚が成立していない以上不倫となるからですが、広末さんとしては夫婦関係が終わっていることをアピールしたかったのです。事務所の方針を守ったにもかかわらず、大きな痛手を負っていることが不満だったようなんです。芸能事務所側にとって不倫騒動の対処の仕方はケースバイケース。ダウンタウン浜田雅俊さんらお笑い芸人は比較的影響は小さいと思われましたが、ジャングルポケットの斉藤慎二さんのように番組降板にまで追い込まれることもあります。ベッキーさん、矢口真理さんら、いわゆるバラエティ系タレントが大きな痛手を受ける一方、篠原涼子さん、斉藤由貴さんら実力派の女優はあまり影響を受けていないようにも感じます。語弊を恐れずに言えば、代わりが聞きにくい芸なり存在感があれば乗り切れるということなのかもしれませんね。この観点からすれば、広末さんはよっぽど自信があったのでしょう。だから不倫を報じた週刊誌の編集部にまで電話して、淳氏とは婚姻関係が破綻していることを訴えたかったのだと思います。現在43歳、3児の母。このビジュアルと存在感は替えがきくものではありません。そんな広末さんに復帰はそう遠くないと言われています。代理人のアドバイスもあると思われますが、冷却期間を置いて来年以降に芸能界に出戻る方向のようです。芸能ニュースの主役は広末さんから旧ジャニーズへと移り変わり、過熱した世間の興味もなくなってきました。時間をかけてダブル不倫という最悪のイメージを薄め、忘れた頃に復帰への道筋をつけていくようなんです。慎重にゆっくりと世間の風を見極めている広末さんですが、所属する芸能プロダクションフラームにとっても復帰を慌てる必要がない事情があるのです。広末さんは謹慎で不在となっていますが、幸いなことに事務所の後輩有村架純は NHK 大河ドラマ「どうする家康」に出演し、来年は写真集をリリースする予定で新エースに成長しました。2020年8月にフラームに移籍した田中みな実さんは女優への路線変更に成功して、ドラマや CM 出演が途絶えず新たな稼ぎ頭になりつつあります。他にも松本穂香さんは主演級でドラマ出演を果たすなど、事務所に広末さんの冷却時間を待つ余裕があるのです。ドラマはもちろん、延期になった映画の話も継続。一方、不倫騒動で CM は降板、大手ビールメーカーの短期 CM と衣服などの中堅会社の CM3 本、違約金は1億円以上と見られます。トラブルはドラマに関するものはほとんどなく、 CM だけ支払いはすでに事務所と和解済み、契約解除にならないようです。社長批判を行いましたが、足元を救うほどの暴露でもなく、30年近い付き合いですから不満もあったのでしょう。もともと広末さんの切れ者ぶりは有名で、社長だって分かっていると思います。ただ世間からは復帰については厳しい意見が飛び交っており、広末って俳優としてそんなに優れた印象ないけどな、キムタクと同じで有名なことでイメージが定着しちゃってる俳優だとは思うけど、復帰云々よりも今は子供のケアを優先してあげてほしい。表面的には元気でも内面的にはどうだかわからないからね。存在感はあまり感じないかな。演技もさほど。いやいや、もうこの人見ても
あのラブレターしか思い出せない。恥ずかしくて復帰はできないでしょ。本人もさすがにあのラブレターを公開されたら生きていけないよ。普通生きてるだけすごい、もう表舞台には立てないよ、と批判的な声が多数。大スキャンダルと引き換えに大きな人生経験を得た広末さん。火遊びを芸の肥やしにして殻を脱ぎ捨てた彼女の新たな演技を見ることはあるのでしょうか。いかがでしたか。今回は広末さんの復帰についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。